はい、どうもショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日もですね、ガシガシと何でしょう、物の配置ポジショニングを決めているわけなんですけども、今回はその中でも、そろそろちゃんと環境を整えていかなければいけないなというところがあるので、そこを整えながらその様子をこの動画でシェアしていきたいと思います。要するにこう仕事の環境ブラッシュアップって感じですね。今の僕の仕事スペースってここでして、リビングのところにこう感じに置いてあるわけなんですけども、別にここで仕事もしてもいいんですね。でも本来僕が予定している仕事スペースっていうのは、はい、ここです。ここなんですね。でも今ちょっと見ていただいて分かる通り、もうごちゃーっとしております。なんかもう仕事する気あんのっていう感じですよね。でですね、ここは本来はこんな感じでこうベッドを収納する、布団を収納するスペースなんです。でその横にあるところなので、本来だったら棚なんです、ね、でここにこう洋服をかけたりするスペースなんですけども、なんかこの広さちょうどいい仕事環境だなということで、そんなものも置かないですし、そうなのでここを仕事スペースにすれば他のスペースすっきりするんじゃないかということで、一応ここに予定をしてるんです。っていうかよく考えたらここで懸垂はできないか、意外とできるかもしれないです。しないですけどね。ということなので、今回はここの仕事環境をブラッシュアップしていきたいと思います。ブラッシュアップというかマイナスをゼロにするだけですけどその前にちょっとパキラちゃんにお水をあげていきましょう。よいしょよいしょよいしょ。じゃあ最初何からやっていこうかっていう感じですよね。でもこういう時にこう迷うのがめんどくさいので、なので最初はもう全部断捨離をして、で必要なものを入れていくっていうのが一番こうやりやすいとか手っ取り早いというか効率的なんですよね。でも僕これ今全部使っているものなので、捨てるわけにはいかないということで、一回出しますか。じゃあ一回こんな感じで全部出してみました。こうやって見ると意外に物は少ない気がするんですけども、ただこのミニマルスペースに入るのがポイントですね。でですね、この中でまず阿佐ヶ谷から持ってきたこれですね。これはなんかここら辺をこう照らすライトみたいな感じになればいいかな。あ、壊れてる壊れてる。じゃあこれはちょっともう壊れてしまったんで、そのまま手放します。ここもだいぶごちゃごちゃしてますよね。これが今このカラーボックスを寝かせた状態のこのスペースに入れられればいいんですけども、ちなみにこれ下が傷つかないように&滑り止めのやつです。はい、でこれはよいしょ、出張だったり旅先でその電子機器関係をスーツケースの中に入れていくやつなので、必要っちゃ必要なんですけど、このケース自体は必要っちゃ必要なんですけど、なんかこれまだ阿佐ヶ谷引きずってるなっていう感じがするので、これもちょっとブラッシュアップをしましょう。これが満帆になったらこっちに逃がしていくっていう感じなんですね。これはこう普段持ち運びするということはないので、こっちの方に入れていきたいなと。あ、そうだ、この箱がサンダルをハレさんで買ったんですけど、その時の箱です。これがいいですね、開いてますね。じゃあこれこんな感じで、入れていきましょう。光のやつとかここですし、あとはこれはライトのやつですね。ライトをつける、よいしょ、電源ケーブルはこういうのもいいですね。こういうところにぶっ込んでいきましょう。あとはヒゲ剃り用の充電器だったり、こういったものもここにぶっ込んでいきましょう。そうするとこのスペースがだいぶ空いて、もうこれは手放せますね。ブラッシュアップできますね。よし、ピークデザインさんのカメラストラップで、これすごい大好きなんで、はい、これもここに入れておきます。よいしょ。いやー、なんかまだごちゃごちゃしてますねどうしようかな。このストロボはこっちでいいし、なんならこのケーブル類ですね、このマイク掴んだり HDMI とかあるやつ、このケーブル類もこっちでいいし、でもそうするともう蓋が入らないんですよね。これはちょっと立てられないので、こういうところに置いておきます。でこのスペースが空いたので、こんな感じで元箱類をこっちに左に持ってきて、で掃除機を1台右にはめました。これでだいぶすっきりしました。でもまだ正直ここら辺のものがありますので、どうしようかなということなんですけど、例えばじゃあこれはカメラ関係という形でここに収めましたと。であとその他諸々のちっちゃいやつをまたここに入れたので、これでだいぶすっきりしました。であとこっちなんですけども、これレシートだったり、
書類メントレノートっていうのがまああって、これは貴重品ボックスですね。貴重品ボックスってまあ木なんで貴重品ボックスが木っていう感じなんですけども、今のところはこういう木の箱でやっていきます。ここに置いて、であとこれはなんか立てかけられたらいいかなというふうに思うんで、100均とかで本棚買ってきます。じゃあこれはここに置きましょう。よいしょ。あとこれは充電ステーションなので上に持ち上げましょう。そうですね、充電ステーションはこういったところに置こうかなというふうに思います。まあ、ちょっとやっぱ見てくれは美しくはないですけど、あとちょっとここシートみたいなのを敷きましょう後で、はい、まだ買ってないんですけどシートみたいなの貼ります。で、まあ、ここですね、美しくない。あとコードがちょっとビロってなってるのが美しくないので、まあ正直これでも全然美しくはないんですけども、はい、こんな感じで、まあ、一応最小限の距離にしてみました。で、裏はこんな感じで留めてます。ここですね、次、あ、てかまあこれはもう使えないのでこれは捨てます。で、この白いやつも捨てます。この紙袋も、はい、ありがとうございました。で、このパソコンスタンドを置きまして、よいしょ、はい、このパソコンを持ってきますと。よし、とりあえずこんな感じでいいんじゃないでしょうか。お、結構すっきりしてると思います。で、あとはこれらですね。あ、これは必要じゃ、まあ、現在仕事で使ってるんですけども、ただでかいんですよね。これこんな感じで置いてみて、で、ここからライトパーって照らせばズームでチャットもできるしっていう、うん、いいですね。なんかいいですね。5個が差しそうな感じがします。でもやっぱりちょっと邪魔だな。あ、すいません、ちょっとこればっかりは迷ったら捨てなので、はい、じゃあ出回します。あとはこれはあれ万年筆ですね。パーカーの万年筆とこの万年筆のやつ、こういったものはなんか見ていてワクワクするものなので、もう見せる収納っていうか、なんかそういうのができたらいいなっていうふうに思ってるんですけど、こんな感じで置いとけばスペシャルな気持ちでノート開けるかなと思いますんで、いいですね。はい、こんな感じです。でもやっぱりここはちょっとごちゃごちゃしてますね。そうですね、まあ、使っていないものは外すって感じですね。よいしょ、うん、こんな感じ、うん、あ、これでだいぶすっきりしました。ここがやっぱスマートじゃないですよね。これなんかいいアイディアなんかあったらコメント欄で教えてください。さあ、残すところあと2つになりました。で、まずこのカバンなんですけども、このカバンはなんかこういったところにかけられたらベストだなっていうふうに思うんですけど、今そのかけるところがないので、とりあえずこういうふうに置いときます。あ、これで十分かもしれないですね。で、残ったのは最後これですね。はい、こちら。そう、これは阿佐ヶ谷に住んだ時はニューロ光っていうものを申し込んでいたんですけど、それを一旦解約して、このソフトバンクモバイルさん工事が不要だということで、これは時間がかなり短縮になるじゃんということで、これを申し込みをしたんです。で、ここで使ったらですね、めちゃくちゃ遅かったんですよ。めちゃくちゃ遅くて、正直今使っているこのギガトラ Wi-Fi さんの方が普通に使えるっていう、阿佐ヶ谷に住んでました動画をアップしようとしたら、このソフトバンクエアーさんでは2時間ぐらいそのアップまで時間かかりますっていう風に出たんですね。で、いや、そんなわけないと思ってこの Wi-Fi でやったら30分ぐらいでアップができたんです。で、ニューロ光の場合は1分かかんないですから、めちゃくちゃ早いんですけど、そんなわけでちょっとこのスピード、まあ多分場所がいけないんだと思うんですよね。本当はこれレビューしたかったんですけど、あまりにもちょっと自分の環境には合っていないなというので、これはちょっとすいません、クリーンオフさせてもらいます。はい、ということでこんな感じですね。あ、一応この椅子の下にはアクリル板敷いて床傷つかないようにはするんですけど、はい、こんな感じですね。まあ、若干高いですね。なんか若干この机が高いですね。なんか小学校の時に椅子が高くてこうちょっと上がってるみたいな、背中ピーン伸ばすっていう、こう背中が丸まってこうではなくて、ただちゃんとパソコンのモニターと目線が同じ高さにあるので、すごくやりやすいです。パソコン作業はやりやすいです。で、こうやってメントレしようみたいになった時には手前でこうカリカリっていう、あ、ちょっとこれは書きづらい気はしますけども、まあでも全然大丈夫ですね、うん、問題ないです。はい、なのでちょっとこれは
いい環境なんじゃないでしょうか。まあ本当はこう目の前が景色バーンってあったり、窓際で向こう遠くが見えるところっていうのがすごい集中できるっていうこともまあ言われてたり、そういうのもあるんですけど、まあでもこういった何もない空間でもうひたすら集中っていう、なんかあれですね、予備校だったり学習塾の勉強机って、そういう感覚がしますね。思いっきり集中できるっていう、そういう感じがあります。なのでまあこうやって環境をブラッシュアップできたわけなんで、これからはしばらくこっちでやってみようと思います。これでこの家のスペースもまた最大限活かせるので良かったかなというふうに思います。物を持たないっていうのもまあどうなんですけど、まあ持ってるものはどんどんブラッシュアップして、いいものだったり気持ちいいもので囲まれるっていう、そこにまあそこはもうラブですね、好きですね、すごいこだわりがありますので、このパソコンをブラッシュアップしたりですね、あとこのカメラ撮影環境をブラッシュアップしたりもしたいですし、いかにこう仕事に集中できるか、やりたいことにフォーカスできるかっていうところにこだわってですね、まあそれ考えてる時間があったらやりたいことをやろうよっていう気がするんですけど、すっきりした環境を作るのはすごく好きなことなんで、まあこれからもどんどんシェアしていこうと思います。そしてどん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 身軽になっていって、その視聴者の人たちも身軽になっていって、でそこでゆくゆくはオフ会、世界中でオフ会っていうところをやれたらいいですね、すごくやりたいです。なのでまあそこに向かって頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。ということで今回の動画をご覧いただきありがとうございました。はい、どうでしょう、ちょっとでかいですかね。これなんか緑があるといいですね、うん、ちょっとこれでかすぎるですけど、でかすぎますけど、もうちょっとちっちゃいようなやつで受けたらいいですね。うん。